はい、こんにちは。札幌占い美容室葉山柏の後藤です。今日の、サロンのリアルな部分を伝えていきたいなと思ってます。で、今日はショートスタイルで、今日も時短のパーマをちょっとやりたいなと思います。で、毛先ニュアンスをちょっとつけたりとか、ちょっとゆるふわな感じのパーマを、超時短差でかけてきたらいいかなと思います。カットはあまり長さ変えないで、毛先のニュアンスをちょっと変えたりとか、あと前髪が今少ないので、ここをもうちょっとトップの方から前髪を増やしてですね、やっていきたいなと思ってますので、これからやっていきます。はい、これからですね、今カット終わったので、これから時短のパーマをちょっとやっていきたいと思います。前のね動画でもまあ同じようなことをやっているんですが、アフターシャンプーするんで、この状態でかけていきます。で、薬剤の方は今日もクリーム系を使っていこうかなと思います。はい、この状態に浸透剤でちょっと濡らしますね。全体にですね、パーマ液が浸透させれる浸透剤をちょっとつけていきましょう。はい、それからですね、こちら今日使う薬はこちらです。で、この薬を、毛先中心に確保していきます。で、今日のパーマのポイントとしては、ニュアンスのゆるふわパーマですので、あまりブロッキングっていうよりは、ちょっと巻きたいなって思うところをもうランダムに巻いていくような感じにしようかと思ってます。で、前回同様、超時短パーマですので、この時点からもう軟化のスタートが始まってます。なので、ワインディング時間、これもすごく大切になってくるときますね。初めて担当するので、ちょっとどれぐらい出るのかなっていうのがちょっとわからないんですが、これぐらいにいけるんではないかなっていう薬剤の設定をしていますね。あとトップのところ、先ほど切ったポイントのところを、ちょっと薬剤を毛先だけつけときましょう。まず自分がどこにどういうパーマが欲しいのかっていうのをまずちょっと決めていきます。で、結構、この耳後ろだったりとかのポイントってアウトラインを作るので、この辺のポイントを、ちょっと先に巻いちゃおうかなと思ってるんですけど、この毛をどう動かしたいかだと思うんですよね。この毛をどう動かしたいかを考えていきます。で、何回転なのか、僕は2回転ぐらいかなって、ちょっと前にこの毛を動かしたいなと思うので、ちょっと前側に動かす感じにちょっとしていきます。非常にランダムな感じに巻いていくかなと思うんですけど、この辺外羽の方が前から見たときに可愛いかなという感じで、かなりランダムです。この辺はカールが出づらいので、ちょっとロットを下げて、出ます。で、この下も決まってますね。外羽ですね。ここも、同様に、ロットはかなり下げる必要があります。この長さになってくると、そうですね、ここのカール欲しければもう9ミリぐらいで巻いてもいいかなと思います。メイクちょっとかからないので9ミリで巻きます。このパーマのメイクとしては、僕あんまり頭皮に薬をつけるのが本当嫌いで、そういうところから、このやり方やってるんですけど、パーマもしなければ頭皮に薬もつかないので、いいかなみたいな感じです。で、顔周りに後バスケをちょっと作りたいんで、自分手でこうちょっとイメージを作るんですね。
ちょっと分かるでしょうかね。ちょっとこういう風にイメージを作って、ここにこういう系をちょっと遊ばせたいなっていうのをできたら、フォームとかっていうよりもフォームない方が内輪と外輪の差が、明確につきやすいんで、このまま巻いていきます。フォームを使うと内輪と外輪の差がちょっとなくなってしまうので、はい、手でね、こう絞きながら、もうパズルのようにして決めていきます。はい、ここのカールはどっちに欲しいのかな、ちょっと厚さがあるんで、1個はバック、1個は前に変化させるカールをちょっとここで作ろうかななんて思ってるので、ここはちょっと変化っぽくさせて、バックに巻いてるのとフロントに巻いてるので無動作感を出していきたいと思います。で、この後ろのはフロントにこう、曲がるような感じですね。このようなカールをちょっと作っていきたいと思います。まあ、バックセクションはそんなにあんまり重要視してなくて、もうニュアンスですね。上から巻いちゃってもいいと思うんで、ブロッキングはもう必要ないんで、このまま巻きます。なんか横にちょっと流れる感じが可愛いのかなということで、そんなノリでかけます。まあ、左右対称が一番いいんですけど、まあ、その時のニュアンスもあるので、左右非対称っていうのも一つありなのかなって感じもします。あとは癖の関係もあるので、同じに巻いたら右側だけ跳ねるとか、こっち側だけですね。なんでこっち側普通に巻いた方が収まりが同じぐらいになったりとかすることもあるので、つむじの関係をちょっと理解しつつですね、やった方がいいかなと思います。で、なるべく前にこう外羽の毛が主張してくれるように前側に巻いていきます。まあ、ネープのこの辺の毛は結構短いのとネープなんでちょっとかかりづらいんで、ちょっと小さい 9mm を使って巻いていきましょう。で、主張しづらいんで、ちょっと前側にオーバーダイレクションをさせながらカールを作っていきます。はい、この前側の毛は、ちょっとね、バックの方にちょっとこうなるように巻いていきます。ちょっと縦巻きっぽい感じですね。パーマはどうしたいかっていうのが一番だと思うんで、自分がどういう風にかけたいかっていうのを優先してやった方が、いいと思います。はい、顔周りは、シェイプして前の方に毛が動くようにちょっと寄っていきます。顔周りの方で毛が主張してくれるようなイメージでちょっとかけていきましょう。はい、トップ先ほど、別で切った、ところがあると思うんですけど、これを、頭皮に対して90度に引き出して毛先巻きをしてトップにふんわり感を出していきます。あと前髪を巻いていくんですが、前髪は、ちょっと緩めに巻きたいなと思うので、まあ、毛先中心に巻くぐらいかなと思うので、毛先だけにつけます。で、前髪の場合は最初につけておかない方がいいです。なので前髪は本当にちょっとかかってるだけで大丈夫だと思うので、後でつけるぐらいですね。このまま大体13mm ぐらいでいけるかな。ちょっと横にしながらですね、巻いていきます。はい、こちらですね。で、ちょっと長い毛がこうあるので、それは
ちょっと覗いていただいてもいいかなと思います。あとで切るので。はい、でこちらで、パーマの方が今バックはね今巻くのでパーマの方が終了しました。でちょっと待ってください、この後ろ巻きます。まあ、今説明しながらまあ巻いているんですけれども、まあ通常結構早い展開で巻くとすごく早く巻けるので、もうとりあえずスピードで巻いてください。もう口液反応というのが進んでおりますので、いかに無駄な部分を削っていくかっていう部分ですね。はい、これで終わって、この時点でロッドを、チェックしてですね、一回どんな感じでかかってるかっていうのを目安をちょっと一回チェックしたいと思います。実際かかりやすいのかどうなのかっていうのですね。結構かかりづらいですね。持ってたよりもいかないから、はい、では、思ってたよりもちょっとかかりませんので、前回同様ですね、時短技をちょっとやります。はい、根元の部分に、ちょっと薬剤をつけスピードをアップしていきましょう。クリーム系をつける理由としては毛先に浸透しないようにしてます。毛先のテーマを上げて毛先がかかりすぎてしまったりすることを防ぎたいがですね、新しい毛のどこだけをしっかりかけたいなと思ってるんで、そうしてます。でゴム跡よりも、ゴム跡のところよりも、上につけちゃうとゴム跡つけちゃうんで、これはやっぱりパワーが少しある薬ですから、ゴム跡よりは下につけてください。そうしないとちょっとパワーが上がりすぎてそこがクレパスっていうのをゴム跡がついてしまいますので、それがちょっとあんまりよろしくはないかなと思うので、なるべくこうロッドを転がしてですね、つけていただけるとです。まあ、特にこうトップの根元側とか結構かかりづらい、前髪とかはつけなくていいと思います。つけると逆に何だろう、かかりすぎてなんかやりづらくなったりするんで、やめた方がいいですね。多分時間そんなに置かなくてもかかると思うんですけど、一応ですねここでアールピニングを入ります。はい、太いピンを刺しているところもあるかと思いますが、このようにアールピニングを離すことによって根元のクレパスっていうのが少し取れます。はい、これお客さんが痛くないところで、あんまりテンションかけすぎると、ちょっと痛かったりするので、まあ、痛くない場所をですね、くるっと止めてあげればいいだけです。で、特に、こういう上のですね、トップ、こちらのトップなどは、アルピニングをつけましょう。大丈夫ですか？はい。はい、で、トップのところをアルピニングをちょっとつけていきます。あとね、でもしちょっと痛い場合は、ちょっと1個緩めてください。で1個緩めた状態で止めると大丈夫です。あと絶対やってほしいのは前髪ですね。
で何よりもこの前髪のピンを刺さないと前髪めっちゃ後つくんで、ここは本当気をつけましょう。はい、あと顔周りこれモデルさんの顔についちゃいますから、こういうところもちょっとしっかりちょっと止めといて、ほとんど放置タイムはないと思っていただいていいかなと思います。もう結構時間経ってますから、中間水線の時間で閉まるんですよね、ほとんど。はい、今、パーマ終わりました。で、中間水線して、中間水線後のシャンプーをしまして、今席に戻ってきました。でこんな感じでかかってます。で、まあ、中間水線のやり方は以前の動画を見ていただくと、1時間パーマ法とか確かそんなタイトルだったと思うんで、そちらの動画の方を中間水線も確認してみてください。今日はちょっと省略させていただきました。でここからスタイリングなんですが、まずこちらヘナジェルをつけて、いきます。トリートメントですね。ヘナのトリートメントをしていきます。これ北海道のハッカ、それからまあ、いろいろですね、北海道産のものをたくさん、オーガニックなものをたくさん使っておりましてですね、水は黒松内のお水を使って作っております。黒松内っていう場所が北海道にあるんですね。そこの源泉の、水を使っております。はい、でパーマの時は、こちらですね、ヘナジェルっていうのがあるんですけど、あまりベタベタしたくないなとかですね、なんかトリートメントでスタイリングできるんですよ。なので寝る前でも使えますし、朝起きた時の寝癖直しでも使えるので、このヘナジェルこの上につけていくと、よりトリートメント効果も出ますし、しっかり、パーマのリッチを出してくれますので、これをつけて自然乾燥という形でも大丈夫です。ちょっとつけてみます。こちらは、ちょっとラベンダーの香りを使ってまして、プラノのラベンダーですね、ちょっと使ってですね、でトリートメントが、まあ、髪の上で、化学反応を起きているので、オーガニックと、化学のこう反応のトリートメントっていうんですかね、なかなか他にないような、他にこれはちょっと同じく作れないと思うので、かなり複雑な作り方なんですね。まあそれはいいとして、これで乾かしてみましょう。ヘナジェルで、結構ふわっとこうそのぐらい乾くんですね。で、結構サラサラしてるので、このまま指をちょっと通すと、ナチュラルなスタイルになるんで、今ちょっとまだね、自然乾燥した状態ですので、指は入れてませんけど、こういう風にもできますし、この後指を入れてあげれば自然なスタイルにも持っていくことができます。はい、というような感じで、今日のカットとパーマですね、ちょっと時短バージョンなんですけど、ちょっとできたので、こんな感じで、今日はちょっと終わりたいと思います。これから軽く撮影して終わります。はい、今日も、夜遅くまでですね撮影を
させていただきました。今日はありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。はい、また、灰山菓子のムービーを皆さん、ぜひ繰り返していろいろ見てください。でこれからもいろんな動画を、リアルに伝えていきたいなと思ってるので、皆さん今後もシェアなど応援よろしくお願いいたします。ではまたよろしくお願いします。バイバーイ。